戦の稲川誠也、人気が少し分散しましたが、その中でもわずかに1番人気となっています。対すれば10メートル戦外枠ハンデチャンスの森谷、さらには自力で勝る佐藤隆也にも支持が集まっています。10秒前です。9レースの発走でございます。ランプが消えます。スタートまで3秒前、1つ目の準決勝第9レーススタートしました。1番の稲川ちょっとスタートを遅れている。3番の森谷、さらには2番の辰巳というところが接近。さあこれは一周回しのげるか、1番の稲川誠也危うい感じであります。後ろから佐藤隆也が脱走の勢いで1周3コーナーでは4番手に上がっています。先頭は一周回なんとかこらえたか、1番の稲川誠也、いやいや3番の森谷が切り返しの体勢から2周1コーナーで早くも稲川を捉えました。稲川大ピンチ。3番手には佐藤隆也、そして辰巳、5番の鈴木吉が続いています。インコースを指して2番の辰巳を捉えた5番の鈴木吉、4番手に上がってきています。先頭は森谷、2番手は稲川誠也の体勢、残りは4周回です。3番手から8番の佐藤隆也がこれは射程に捉えています。1番の稲川のインコースから佐藤隆也がさあここで捉えたが、3コーナーから4コーナーのカーブ、インコースから華麗に捉えた佐藤隆也が2番手に上がっています。もう1回切り返そうとする稲川誠也、残りは3周回であります。先頭は3番の森谷、2番手は8番の佐藤隆也の体勢になっています。そして3番手は5番の鈴木吉、そして4番手は1番の稲川誠也の並びになっています。先頭は3番の森谷、2番手が8番の佐藤隆也の体勢で、残りは2周回、5番の鈴木吉は3番手、1番の稲川4番手の位置。さあマッチレースの様子を呈しています。3番の森谷が引っ張っています。ぐんぐん追い込んでいく8番の佐藤隆也、先頭2番手の間隔は2写真と縮まってきています。先頭は森谷、先頭森谷、残り1周のブルーフラッグを今通過しました。先頭は森谷隼人であります。さあ勝利にこだわるか、佐藤隆也が体勢を作ろうとしている。さあ先頭争いは3コーナーに向かいまして、潜り込んで佐藤隆也が先頭に上がりました。3番の森谷を捉えた佐藤隆也、もう1回森谷、もう1回森谷、並んでいる、並んでいる、わずかに佐藤隆也。かなり印象深い試走タイムをマークしましたフルキー、1枠で 3.30 が出ました。そして10メートルハンデ、ハンデチャンス連勝中の斉藤が2番人気、さらには2位級の若井智和、かなりここはライバルが手ごわい一戦であります。10レースの発走でございます。5秒を切ります。3秒前、第10レース準決勝をスタートしました。20メートルのスタート争いはインコースから佐藤裕二、2番の落合は遅れを取りました。10戦からは3番斉藤が先手、そして2番の落合を叩いた佐藤裕二は3番手スタート。まずは古木が逃げます。さあ1周回、まずは自分のペースに乗ることができるかどうか、斉藤はその前にさばいていきたい。レーサーこれから2周回目、3番手から佐藤裕二も虎視眈々と隙あらば突っ込む構えであります。1番の古木が軌道に乗り始めています。3番斉藤2番手の位置、さあ若井の追い上げ、今中段の5番手まで上がってきています。1番古木の引っ張りであります。ついていきたい3番斉藤哲司、佐藤裕二3番手、そして5番の高橋義弘が4番の佐藤裕二に競り込もうとしております。さあ2コーナーから立ち上がって、3番手の争いは前輪勝ったんですが、さすがにこれは届いていない。逆に4番手の5番高橋に若井智和がじわりと接近。残りは3周回です。古木のペースであります。2番手斉藤哲司、先ほどの周回からほとんど先頭2番手の距離感は変わっておりません。さあ若井の追い上げでありますが、ちょっといっぱいになり始めております。1番古木がハイペースの引っ張りを見せています。3番斉藤はもうついていくのが精一杯、3番手佐藤裕二もいっぱいいっぱいであります。残りは2周回終盤戦です。古木が先頭だ。2番手は斉藤哲司、あとは若井がどこまで追い上げるか。さあ移動終わって5番の高橋を捉えました。まだまだ余力あるのか若井智和、目の前には4番佐藤裕二の姿がありますが、ちょっとこれは優勝戦圏内は届きそうにありません。残り1周のブルーフラッグ、2番手は斉藤哲司、3番手は4番佐藤裕二、内側からは若井智和、なんとかいっぱいいっぱいに最終コーナー捉えてまいりました。目の前には3番斉藤の姿がありますが、まだ2写真の差があります。古木の逃げ切り。
1番人気は4番中山、思想は27が出ました。対するは自力上位永井大輔、そして5番の小林瑞希にもファンの票は注がれました。10秒前です。11レースの発走でございます。ランプが消えます。3秒前、11レース準決勝スタート。赤ランプ、これは早かった。大時計の番号等はどうでしょう。思った以上に時間がかかっていますが、5号車です。お客様にお知らせいたします。5番車のフライングのため再発送いたします。再発送です。5秒を切ります。3秒前、3つ目準決勝11レース、スタートしました。今度は決まった。さあ、20メートル線からのスタート争いは、中山がいけるのか？いったいった。中山がスタート先手を取りました。こうなると3秒27のパワーは炸裂するんでしょうか。6番の岩下が5番の小林の内を捉えようとしていますが、小林が抑えました。長井は7番手からの競争になります。先頭は片野、2番手に平塚がつけています。そして加速度は満点であります。4番の中山光。この2コーナー立ち上がり、2番手の内を狙って、4番中山でありますが、ここは平塚がなんとか防御しています。先頭は片野、2番手に平塚がつけています。さあ外から滑るか。4番中山やや滑っている。残りは4周回。さあどうか、まくりに切り替えて、これが効果てきめんなのか。いやいや、2番の平塚の抵抗にあっております。ちょっと中山滑り始めているのか。さあどうか、タイが並ぶ2番手の攻防戦であります。先頭は片野、2番手が競っている間にリードを広げていきたい。片野が先頭だ。さあ2番手争いに5番の小林瑞希が潜り込もうとしていますが、その左右内から4番の中山入ってまいりました。中山光が2番手に、ここで踊るようにして上がってまいりました。小林3番手、4番手に平塚の並び。長井はここも苦戦模様であります。さあ1番の片野が逃げている。ハイペースの逃げでありますが、射程に入った4番の中山捉えていく。3コーナーで中山光が先頭に立っています。2番手に交代した片野、この位置を守ることができるかどうか。3番手から5番の小林瑞希、残り1周ブルーフラッグ。小林は焦点除外でありますが、なんとか。さあ2番手に上がろうとしている。1番の片野は3番手従いまして、この3番手までが優勝戦圏内であります。6番の岩下4番手、今最終コーナーに向かっています。先頭は4番の中山。おっと滑った方のどうなるか。27中山徹が1番人気、光に続けるかどうか。そして中村雅人が人気対抗格、さらには山田も人気。さあ1番人気の中山徹、このスタート位置残せるかどうか。10秒前です。12レースの発走でございます。5秒を切ります。3秒前、12レースの準決勝スタートしました。さあ最終半のスタートを残せるか中山。4番の岩田が並ぼうとしている。抑えた抑えた中山徹、これは絶好の位置。最終半からは岩田博美、山田雅宏、新村飛龍、中村雅人、最後方から津波の体勢になっています。先頭は信沢、リードは今ハンデ差しっかり保っています。2番手には山田がついています。3番手に中山徹、その後ろから岩田博美、山田雅宏がついています。中村雅人はやや膨らむ感じ。今7番手の位置を回っています。1番の信沢先頭でありますが、その貯金がほとんどなくなりました。2番手から山浦が接近。さらには3秒27中山徹も差を詰めています。残りは4周回。1番信沢のリードがなくなった。2番手から山浦が迫るのか。さらには中山徹、そして4番の岩田博美、
この3コーナーワンチャンスあるかどうか。3コーナーから4コーナーに向かっています。依然として先頭は信沢矢野、2番手から山浦、山浦がさあ狙いを定めてこの1コーナー入ってまいりました。先頭に駆け上がった2番の山浦が先頭に立っています。さらにはさあまとめて料理する3秒27のパワーで3番中山徹が弟中山光に続けとばかりに3コーナー先頭に上がりました。2番手に山浦、さらには後ろから迫ってくるのは誰か。さあこのチャンスを見逃さなかった5番の山田雅宏、信沢と岩田をまとめて料理、さらには中村雅人も上位に絡んでまいりました。さあ風雲急を告げる優秀争いであります。2番手は2番の山浦がキープしています。狙いを定めるか、5番の山田雅宏、金沢の3番手。さあこの両者にどうやら優勝戦圏内は絞られそうだ。中村4番手に上がるもこれは得失点に遅し、2番手争いは前輪かかっている。さあ山田が連続優秀へ3コーナー仕掛けを試みて、この仕掛けが決まっています。3番手に山浦、中村4番手、勝ったのは中山徹。思想26、中山光が1番人気に押されました。そして佐藤孝也、さらには2番の古木、勝てばデビュー初優勝です。10秒前です。12レースの発走でございます。5秒を切ります。3秒前、12レース優勝戦スタートしました。ハンデゼロは片野が行った 10m ラインになりますが、センターから4番の斉藤が先手を取りました。10戦は斉藤守也、そして中山の順、中山徹遅れを取りました。そして中山光も後手を踏む感じ。最終半からは現在のところは8番の佐藤孝也が1番前にいます。その後ろに山田雅宏、先頭は1番の高野、2番手には古木預けています。さあ古木2番手から先頭へ誘惑できるかどうか。このバックスレッジ側では片野の逃げを誘おうとしている3コーナーの突っ込み入ってまいりました。3コーナーから4コーナー古木が先頭に立ちました。さらには3番手から4番の斉藤も迫ろうとしています。残りは4周回、2番の古木が先頭だ。2番手に並んでくるのは4番の斉藤哲司、1番の片野の現在並ぶような状況になりました。おっと5番の森谷滑ってしまった。内側から8番の佐藤孝也が潜り込んで4番手に上がってきています。先頭は古木、先頭古木、4番の斉藤がさあここは突っ込もうとしていますが、まだ突っ込みきれない。31期古木兼デビュー初優勝なるかどうか。しかし4番の斉藤が入ろうとしている。さあ3コーナー4コーナー、この辺りも4番の斉藤が捕まえた。4番の斉藤が先頭に上がりまして、残りは2周回。さあデビュー初優勝は泡と消えるのか。古木は2番手に交代しています。今度は佐藤孝也が2番手の古木を狙いまして、バックスレッジ側では2番手に上がっています。先頭は斉藤哲司、2番手は佐藤孝也の対戦になりました。4コーナーを立ち上がりまして、斉藤が先頭だ、斉藤が先頭だ。残り1周のブルーフラッグ。さあ2番手から佐藤孝也、仕掛けられるかどうか。仕掛けに行きそうだ。前輪かかった、潜り込んでくる。最終コーナーで佐藤孝也、仕掛けの決定打を決めて、最後の最後優勝の二文字をもぎ取るのか。斉藤差し返そうとしますが、佐藤孝也だ。マッチレースは佐藤孝也に軍配。4と8の組1860円9番人気、3連勝短式8番4番6番1万210円42番人気、3連勝複式4と6と8の組。注目の結果は